ナイジェリア出身のミュージシャン、シンガー、ラッパー、レコードプロデューサーであるガブリエル・サプリニー・ハリデーは、ステージ名スリム・バーナで知られている。ハリデーは、イギリスのエセックスで生まれ、ナイジェリア、リバー・アッツ州の都市ポート・ハーコートで育った。グラフティン・レコーズ所属プロデューサーとして、音楽界に登場し、2008年にストリート・ライムズを設立。2009年、ジェイ・マーティンスの曲、 およよのカバーをリリースして有名になる。その曲はあっという間に大ヒットとなり、ニゲリアン d j ズコアディションが制作した複数のミックステープに収録された。2013年4月11日、25歳の誕生日に彼はデビュー作品 I am on fire をリリースし、絶賛を浴びる。ポートハーコート出身アーティストの作品の中で最も成功した。 ミックステープとなった。15曲入りの作品は、音楽ウェブサイトでのダウンロード回数は、数千回を超え、ミュージック・オブ・アフリカトップ10ミックステープスで3位に、ランクイン。2013年9月に、スリム・バーナは、ONANANA をレコーディングし、2013年9月28日に、ラジオ曲リズム93.7、FM ポートハーコートで、発音エア。 ナイジェリア53周年独立記念日に合わせてリリースし、ほとんどの音楽評論家から絶賛を受けた。TGIF チャートでは10位に入り、2位まで上昇。彼のキャリアで初ラジオトップ10ヒットとなった。以前は単にラップとしてジャンル分けされていたが、現在ではダンスホール、ポップ、レゲエフュージョン、アフロラが、 ワールドなど様々なジャンルから影響を受けたサウンドが彼のスタイルとなっている。ありがとうございます。